こんにちは。今回は前回の続きである大学2年生で学ぶ数学について9月で話していきたいと思います。2年生の前期の修士上は1年生の前期と違い前期やり出しはなされます。その代わりとて大数学入門や微分方程式入門が加わるなどやや専門的な内容に入ってきます。さて内容についてですが、大数学入門とはその名の通り大数学の基本について学んでいきます。特にエラストテネスの古いを使って、その数が素数であるかの証明や、まあ、関東は何なのか、数式における合同記号とは何を意味するかなのや、まあ、暗号という部分や、銀号交差などの暗証番号は、外部にバレずに伝達するために因数分解どんな、どのように関わっているかについて学んでいきます。まあ、気は知りたいと高いとは思いますが、何でもいいので、大数学の本を買って読んでみてください。微分方程式ではある特定の性質を持つ式の解の求め方などについていろいろと学んでいきます。それも二次方程式の解を求める公式のような具体的な数学ではなく、解となる数の集合についても求めていきます。まあ、公式の集であって今までの微分、公式の集では今まであった微分積分だったり、代わりに複素関数について学んでいきます。複素関数では、平面上の関数の積分を行ったり、コリストリック点を流数定理を用いて導いたりします。ちなみに2年次では、偏達科目という学ぶべきやけど、学ばなければならないというわけでもないものがあります。例えば1年次の線形大事な数値や、数値の答えを導くためのアプリ、まあ、アーリアメイプといったものに触れていく計算という事情があります。これは4年生に入るゼミなどに影響があるので、まあ、どういう系統に進んだのかよく考えて、いろいろ学んでみてください。と、まあ、応用説明1年は、上司のように、自治の基礎的な内容が終わり、物質専門的な内容が初めて進んできます。この記事を読んで、この動画を見て、少しでも大学生活のイメージを固めてもらえたら幸いです。残念ながら今回の記事でも最終回です。もう私はこの記事を続きを書きません。たった何回ですか？私の拙い記事を読んでくれてありがとうございます。では、さよなら。チャンネル登録のお願いいたします。気に入ってくれたらお願いします。